旅館での一夜。甲府方面にある旅館に泊まった時の話。俺と彼女が付き合い始めて一年ちょっと経った時に、記念にと思い電車で旅行をした時のこと。特に目的地も決めておらず、ぶらり旅気分で泊まるところも適当に確保するという感じの旅行だった。初日は山梨方面に向かい、なんとなく清里で降りてホテルに泊まった。次の日、ホテルを出て富士山方面に電車で向かった。甲府駅で降り、城跡を見たりして、夕方近くに再度電車に乗り込み、静岡方面へ。途中で温泉街を見つけたため、その日の宿を探そうと電車を降り、駅に置いてある案内板で旅館を探し、電話をした。近場の旅館やホテルは満室だったため、温泉街から少し離れた宿に電話をして、空室を確認し、迎えに来てもらった。迎えの人は30分過ぎても来ず、1時間後に K のワゴンで到着した。この時点で少し嫌な感じがしたが、霊的な意味ではなく失敗したかなと、迎えに来てもらっている手前、何も言わずに車に乗る。車は綺麗なホテルや旅館を尻目にずっと進み、山奥の方へ。周りには川しかない環境で、不安はさらに増していった。結局、着いた旅館はボロボロで、周りには店も何もない。すでにあたりは暗くなっており、本当に廃墟のようにしか見えない。旅館に着いたはいいが、おかみが迎えるわけでもなく、仲居が来るわけでもない。運転してきたおじさんが部屋案内をする始末。食事の時間だけ告げると、そのおじさんもすぐにどこかへ。客は一応他にもいるようで、横の二部屋が埋まっていた。食事まで時間があったので、先に風呂に入ろう、ということになった。でも、風呂場へ着くと、風呂は一つしかなく、女性と男性の使用が交互に時間で区切られていた。その時間帯は女性の使用時間だったため、彼女だけ先に入ることに。俺は疲れのため、部屋でこたつに入りながらうとうとしてた。それからしばらくして、いきなり金縛りに。こたつの中に入れていた足先から、ゆっくりと何かが這い上がってくる感じがしてるけど、身動きが一切取れない。ズズズという音が耳元で聞こえ始め、まぶたを開けようにも、眼球の上を川越しに誰かが押しているような感じで目が開けられない。耳元のズズズという何かを引きずるような音は近づいてきており、ズズズに混じって人の息遣いが聞こえる。ズズズ、はぁ、ズズズ、はぁ、という一定のリズムで誰かが何かを運んでいるような感じの音と息遣い。そして、助けて、助けて、と小さく聞こえるつぶやき声。
足元からは何かが這い上がってきてるように感じる。その時、入り口の襖が開き、彼女が戻ってきた。それと同時に、金縛りも解けた。かなり汗をかいており、息も荒くなっていた。彼女は心配していたが、あまり心配させたくなかったのと、自分自身も安心したかったので、変な夢を見ただけ、と言い、風呂へ行く準備をした。しかし、男性の使用時間は、食事を持ってくる時間と重なっていたため、先に食事を食べることに。この食事が、まずいことまずいこと。食事をした後に風呂場へ向かうと、誰もおらず、独占状態。誰もいないのをいいことに、風呂場で泳ごうと思い、足を湯船につけると、ぬるい、ぬるすぎる。そのため、湯船に入っても、全然温まらずに、寒くなる一方。イライラしながら、更衣室に向かう途中、窓から、コツコツ、と、誰かが叩いた。ビクッとして、窓を見るが、外は真っ暗で、何も見えない。先ほどの金縛りを思い出し、怖さが急に湧いてきて、逃げ出すように、更衣室のドアを開けようとした。その瞬間、コンコン、と、再度、誰かが窓を叩く。コンコン、コンコン、と、二度、三度と繰り返し叩いてくる。何かを確かめようと、窓に目を向けかけたとき、コンコン、ズズズ、コンコン、と、何かを引きずる音が紛れて聞こえた。そのため、すぐに更衣室へ行き、体も拭かずに浴衣を着て部屋へ逃げ込んだ。部屋に戻り、彼女に先ほどまでのことを話すと、彼女は、ここ、お化け屋敷みたいだもんね。と、俺を落ち着かせるために、笑いながら、疲れよ疲れ。温かいものでも買ってくるね。と言って、部屋を出た。俺は怖いのと、彼女にそんな醜態を見られて恥ずかしいのとで、複雑な気分で待っていた。しばらくして、彼女が、ココアを持ってきてくれたので、それを飲み、押し入れの上段から布団を取り出し、敷いて早めに寝ることに、布団も自分で用意する旅館でした。二人とも疲れていたため、すぐに眠りについた。が、夜中にいきなり横の部屋から叫び声が聞こえて目を覚ました。彼女と二人で顔を見合わせて何があったのか耳を澄ましていると、横の部屋の客が廊下にパタパタと逃げている音が聞こえる。女性客二人らしく、二人でわーわー言いながら廊下で騒いでいる。夜中に何を考えているんだ、というのと、睡眠を邪魔されたのとで文句を言おうと、怒り気味で廊下へ出た。俺が廊下に出たことに驚いたようで、女性客は大泣きしながら、キャーンと叫び出す。その声に彼女も何事かと廊下へ出てきた。彼女たちは泣きながらガクガク震えており、一人に至っては発狂状態になっている。さすがに、怒ることはせずに、どうしたんですか?と聞くも震えるのみ。自分たちの部屋へ呼ぶも拒否して首を振る。しばらくその状態が続いたが、彼女らはだんだんと落ち着いてきた。しかし、どうしたんですか?
と聞いても、その質問には一切答えない。ただ、彼女たちの部屋に何かあるようで、ずっとその方向だけを見て、という感じ。何か不審者でも出たのかと思ったため、自分の部屋に戻り、入り口にあったほうきを持って、彼女たちの部屋へ入ろうとすると、やめた方が、と服を引っ張り、止められる。大丈夫ですよ。何かあればすぐに逃げますから。と言い、中へ向かった。中は明かりがついており、入り口から部屋全体が見渡せる。変わったところは何もなく、誰もいない。廊下へ戻ろうとした時に、入り口の真横から、ズズズ、ズズズ、と音がした。焦って廊下へ逃げ出したところで、誰かが入り口横の押し入れにいるんだな、と思った。すぐに、部屋のドアの前で身構えて、おい、出てこい、と叫んだ。すると、横の部屋から男性客が出てきたため、また女性客たちの悲鳴が聞こえた。男性客に事情を話し、多分部屋の入り口横にある押し入れに誰かが隠れているのではないかと伝えると、男性が従業員を呼びに行くように女性たちに指示をした。男性客は、私が中へ行くから援護してください。と、彼の部屋から同じようにほうきを持ってきて、中へ。まずはドアを開けて部屋を見渡す。誰もいない。次に、横の押し入れのドアの前に立ち、開ける準備をした。その時、ドン、ドン、と押し入れから鳴り、ズズズ、ズズズ、という音とともに、襖が少しずつ開き始めた。襖はゆっくりと開いていき、その襖の間から何かを引きずっている音とともに、人の体の一部らしきものが見え始めた。襖の間から手が出てきた瞬間に、男性客は思いっきり襖を閉めて相手の手を挟んだ。しかし、その手の主は何も言わない。それどころか、ズズズッと挟まれた手を出してくる。すかさず男性客は、その出ている手を思いっきりほうきの柄の部分で殴る。が、相手は何も言わない。俺はなんだか嫌な気分になり、ほうきで思いっきり手を中に押し込めた。その瞬間、ガンガン、ガンガン、と、後ろの窓が叩かれ、おーおー、と、変な声が聞こえたので振り向くと、外が真っ暗だったため、窓ガラスがまるで鏡のような状態になり、部屋の様子が映っていた。ほうきを持って立っている俺。その横に同じようにほうきを持って立っている男性客。部屋の様子は同じ。ただ、違うのは、窓ガラスに映っている押し入れは開いており、押し入れの上部分に、奇形の人間らしきものが、ベタッと、這いつくばってこちらを見ている。一瞬何が何なのかわからないまま、すぐに押し入れに向き直ると、部屋の押し入れが開いた状態になっている。ただ、そこには誰もいない。男性客も同じものを見たらしく、キョトンとしている。どちらともなく、再度窓ガラスを見るも、窓は部屋の様子を映しているのみ。そこには、先ほどの奇怪な人物はいない。それから、
30秒ぐらい経った後に、従業員の女性を連れてきた彼女たちが戻ってきた。男性客と俺は何をどう説明すればいいのかわからなかったが、起きたままのことを話す。女性たちは、もういや、帰る、もう帰ると泣きながら叫び、従業員は、そんなことあるわけない。今までそんなことがあったことは一度もない。の一点張り。男性客が、確かにいたはずなんですかね。何だったんでしょうか。と俺に聞いてくる。彼女も、本当に見た？見間違いじゃなくて？と不安な様子。俺も本当に見たのかどうか、だんだんとわからなくなる。ただ、ほうきで叩いた時の手の感触などはある。男性客も同じようで、見間違いのはずはないんですけどね。という。従業員は、この旅館でそんなことはありません！と、ムキになり、部屋へ入り、押し入れを見渡す。そこには何もない。押し入れの下部分には、布団が入っているのみ。誰もいないじゃないですか。ただの見間違いです。と、威圧的な態度で言う従業員。ただ、振り向いた際に、と、驚きの声を出し、尻餅をつく。俺は何が起きたのかわからずに、従業員が見ていた方向、窓を見るも何も映っていない。再度、と、押し入れから離れて、廊下に逃げ出す従業員。何が何だかわからない客一同。何ですか？どうしたんですか？と聞くと、下、押し入れの下！という、すぐに男性客が部屋に入り、押し入れ下を見るも、布団があるのみ。反対側の襖を開けて確認しても、やはり布団があるのみ。何ですか？何もないですよ。と言った瞬間、6人全員がいる状況で、窓ガラスが、コンコン、コンコン、と叩かれた。一斉に窓を見る。窓には部屋が映っている。人数は合わせて6人。窓には廊下に座っている従業員も映っている。女性たちも映っている。俺も彼女も映ってるし、男性客も映ってる。ただ、布団と布団に挟まれて、もう一つ顔がある。男性なのか女性なのかはわからないが、顔らしきものがある。男性客が、すぐに押し入れから離れて確認する。その様子も窓には映っている。しかし、俺を含めた他の人たちは、窓の中の押し入れに釘付け。その顔らしきものは、ズズズ、ズズズ、と、音を出しながら、出てこようと、顔を引きずって、体をひねってるように見える。ズズズ、ズズズの間に、はぁ、と息遣いも聞こえる。男性客はそこから逃げるように後ろへ。それを追いかけるように、ズズズと顔も出てくる。そこで彼女は違和感を感じたらしく、そっちじゃダメ！と男性客に言った。ちょっと表現するのが難しいが、通常、鏡は前後が逆に映る。つまり、男性客が後ろに下がれば、男性客の背中が窓に大きくなって映る。同様に、顔が近づけば、顔も大きくなって映ってくる。ただ、彼女の一言で気づいたのが、顔は布団から出てきているというよりも、窓から出てきているように見える。
男性の背中は大きくなって映っているが、立体感はないのに対して、顔は出てくれば出てくるほど立体感を増している。男性客に、こっちへ逃げて!と言うと、すぐにこちらへ逃げてきた。顔はどんどん布団から這いずって出てくる。ズズズ、ズズズ、という音は入り口横の押し入れから聞こえるが、窓から顔が立体的に出てくる。それと同時に、だんだんと顔だったものがはっきり見え出す。今まで顔と思っていたが、顔で合っているのかどうかを疑いたくなるような奇怪なものが窓から出てきた。それはぐちゃぐちゃな薄桃色の塊だった。体はぐちゃぐちゃになっており、それを顔のような塊が引きずっていた。その際に出る音がズズズだった。人の目の場所に垂れ下がった目玉と口の位置にくぼみがあるため、人の顔に見えていただけで、実際は布団から何が出てきているのかわからない。今まで発狂していた女性たちも何が起きているのかわからず、ただ呆然としている。その瞬間、そっちじゃねえよ。と後ろから声が聞こえた。それと同時に顔のような塊は、あーっと動物のような叫び声を上げて、すごい速さで這いずり回り、窓の外に向かってくねくねと動きながら這っていった。本当に何が起こったのか何だったのかはわからずじまい。全員が何も声を発せられないし、理解しようにも理解できない状況。時間が経ち、寒さを感じ始めてきてから、男性客が、とりあえず、ロビーかフロントにでも行きませんか?と、全員に向かって言い、玄関前のロビーに向かい、他の従業員も駆けつけて、暖房を入れてもらった。毛布やら、上に羽織るものやらを用意してもらい、温かいお茶を飲みながら、朝まで無言で待った。他の従業員たちには、女性従業員から話をするも、信じられないと口にしていた。さすがに、大人6人が震えているので、信じるも何もないだろうが。朝方になり、女性客たちは、荷物を取ってきてほしい、と従業員に告げて、なんでこんな目に遭うのよ。なんなのこの旅館。と、文句を言い始めた。男性客と俺と彼女は少し話をして怒ったことを整理しようとした。窓の外は墓地か神社でもあるんですか?と彼女が従業員に聞くと、外は崖になっていてすぐ下に川があるだけです。と答えていた。そこで風呂場で怒ったことを従業員に話すと、風呂の外も川だけとのことだった。結局何が起こったのかはさっぱりわからず、外が明るくなってきたので従業員が朝食を持ってきてそれを食べた。女性客たちはすぐに帰りたいからとタクシーを呼び、取ってきてもらった荷物を持ってそのまま旅館を後にした。男性客と俺と彼女は部屋に戻り、荷物をまとめようとしたが、やはり恐怖が残っており、他の従業員についてきてもらった。そして荷物をまとめて、車で駅まで送ってもらうことに。男性客は車で来ていたようで、そこで挨拶を交わし、別れた。車に乗り込み、駅へ向かう途中、車窓から川の方向を見たときに何かがいるような気がした。ただ、
何も見えなかった。駅に着き、運転手が、本当に申し訳ございませんでした。またの機会をお待ちしております。と言い、帰っていった。二度と行くか。彼女といろいろ考察してみたけど、あの塊が霊だとしたら何なのか。誰かについていたのか。それともあの旅館にいたのか。俺が金縛りに会った時に聞こえた。助けて。は誰が言ったのか。結局、わからないままです。自分がなんとなく思ったのは、部屋によって異なっているだけなのかもしれませんが、布団の置き場が、上下段が異なっていたのと、女性従業員に聞いた際に、やけにムキになって否定していたので、旅館側は何か知っているのかな、とも思います。自分は二度と行く気はないですが、未だにその旅館は、その温泉街で経営を続けています。場所は言いませんが、そのあたりは何か曰くでもあるのかもしれません。ただ、実際、変な体験だったので、表現するのも難しく、実際のところ、何もわかっていません。以上で、体験談終わりです。ここに廃墟のようにしか見えない。旅館に着いたはいいが、お上が迎えるわけでもなく、仲居が来るわけでもない。運転してきたおじさんが部屋案内をする始末。食事の時間だけ告げると、そのおじさんもすぐにどこかへ。客は一応他にもいるようで、横の二部屋が埋まっていた。食事まで時間があったので、先に失敗したかなと、迎えに来てもらっている手前、何も言わずに車に乗る。車は綺麗なホテルや旅館を尻目にずっと進み、山奥の方へ。周りには川しかない環境で、不安はさらに増していった。結局、着いた旅館はボロボロで、周りには店も何もない。すでにあたりは暗くなっており、本当駅に置いてある案内板で旅館を探し、電話をした。近場の旅館やホテルは満室だったため、温泉街から少し離れた宿に電話をして、空室を確認し、迎えに来てもらった。迎えの人は30分過ぎても来ず、1時間後に K のワゴンで到着した。この時点で少し嫌な感じがしたが、霊的な意味ではなく、旅館での一夜、甲府方面にある旅館に泊まった時の話。俺と彼女が付き合い始めて1年ちょっと経った時に、記念にと思い電車で旅行をした時のこと。特に目的地も決めておらず、ぶらり旅気分で泊まるところも適当に確保するという感じの旅行だった。初日は山梨方面に向かい、なんとなく清里で降りてホテルに泊まった。次の日、ホテルを出て富士山方面に電車で向かった。甲府駅で降り、城跡を見たりして夕方近くに再度電車に乗り込み静岡方面へ。途中で温泉街を見つけたため、その日の宿を探そうと電車を降り、